郡山市郊外を流れる阿武熊川、河川改修前の河道跡が残る、角田盆地から仙台平野へ抜ける阿武熊川と、阿武熊大関、阿武熊川,川川口部拡大写真と、旧川口跡鳥の海、画像下中央低山運河が接続する、福島県中通り地方の郡山市を流れる、阿武熊川、分水嶺である、大湯山脈と日本海へ注ぐ阿賀川の水源の一つ、 稲わしろ湖を望む、阿武熊川上流域、国道4号、東北自動車道、東北本線、東北新幹線が集中する。解説付き画像阿武熊川は、福島県及び宮城県を流れる阿武熊川水系の本流で一級河川である。水系としての流路延長2 3 9トルは、東北地方で北上川に次ぐ長さの川である。古くは、 大熊川と呼ばれていた。阿武熊や、大熊の語源は定かではないが、今の福島県西白川郡の西甲子岳の山中に住んでいた大熊に由来するという説や、阿武熊川の下流部が、阿武熊山脈の突端に阻まれて、大きな熊を成して流れることに由来するという説がある。那須岳の一つ三本や槍ヶ岳のすぐ北に位置する、福島県西白川郡西郷村の甲子浅比岳に、 源を発し東へ流れる。白川市に入り、西白川郡中島村付近で北に流れを変えると、福島県中通りを縦貫して、北に流れる。福島県と宮城県の境界付近では、阿武熊高知の渓谷を抜ける。この区間を並走する国道349号は、大秘書のある一車線の険しい道路となっている。宮城県伊ググ丸森町で、角田盆地に入り、 角田市を流れて仙台平野に出る。現在は岩沼市と渡里町の境で太平洋に注ぐが古代の旧川口は現在の鳥の海である。勾配が緩やかな川で穏やかな印象があるが増水時には溢れやすく洪水被害の絶えない暴れ川でもある。1986年には台風による増水で大規模な洪水が起こっているほか2011年には 東日本大震災の津波の逆流により、大規模な津波が発生している。2019年10月の例は、元年東日本台風では支流を中心に50箇所以上氾濫が発生。国土交通省は同年末に、緊急治水対策プロジェクトをまとめて、堤防強化などを進めている。福島県西白川郡西郷村、白川市西白川郡泉崎村、中島村、 石川郡石川町、西白川郡矢吹町、石川郡玉川村、岩瀬郡鏡石町、塚川市、郡山市、元宮市、足立郡大玉村、二本松市、福島市、伊達市、伊達郡郡町、国見町宮城県ゆう郡丸森町、角田市、柴田郡柴田町、渡り郡渡里町、岩沼市鉄道、編集道路、編集阿武熊川の中流域、 福島盆地内では、1980年代から毎年9月頃になると、網目ロウが大発生している。ロウが橋上へ大量に落下し、車がスリップするなどの事故が発生する危険があるため、通行する際には注意が必要である。国土交通省福島河川国道事務所は、周辺の橋梁に集中塔を設置し、また橋上に死骸が落下するのを、 最小限に抑える対策として、万華諸州には、橋の夜間照明を消灯する橋がある。福島市中心部を流れる阿武熊川福島県伊達市、柳川町五十沢の白鳥越冬地。阿武熊川には、多数の白鳥越冬地がある。阿武熊川下流かつては、河川周運が、盛んに行われていた。きっかけは1664年に、福島県の伊達郡忍郡一帯が、 天領になり、年貢前を江戸へ移送する必要が生じたことによる、移送を受け負った江戸商人、渡辺優一は、天領と仙台藩の境にあった難所を拡幅し、長良川で使用されていた小舟を導入したことにより、収運を可能にした。その後、1671年には、江戸幕府の依頼により、河村瑞賢が、さらなる河川改修を行っている。元禄時代以降は、 福島から丸森までは小型船で丸森で2を移し替えて下流へは大型船による運航という住み分けができた。明治時代に入るとさらに稼働改修が行われ丸森で乗り換えは要するものの蒸気船が運航されるようになった。明治17年当時の運航会社である大熊川、汽船会社のチラシによれば朝6時に福島を出発し、富士場で乗り合い馬車に乗り換え、 夕方6時に仙台に着く工程が設定されていた。同区間には陸路で馬車が運行されており競合相手となっていたが、いずれも鉄道が開通すると姿を消した。また、江戸時代に阿武熊川川口から名取川川口の間に木、栄掘りと呼ばれる水路が改作され、物流に用いられた。阿武隈川や白石川流域で伐採された木材が木栄掘りを経由して、 仙台の城下郊外まで運搬されたのだろうと推測されている。明治時代に、紀営堀を含めて仙台湾沿岸の運河整備が行われ、低山運河、東名運河、北上運河が完成し、阿武熊川はこれらの運河群を通じて、松島湾の塩釜や、成瀬川、北上川と結ばれることになった。1960年代後半、仙台港の建設のために、 低山運河の一部が埋め立てられたため、現在、阿武熊川から低山運河で通じているのは七北、田川川口部までである。下流より北西宮城県福島県福島市を流れる、阿武熊川中流域阿武熊川、釈迦道川合流部付近阿武熊水系においては、支流における河川施設が多く、阿武熊川が流れる福島県中通り地方の都市。 平均降水量は1 5 0 0ミ、mm、リメートルから1 1 0 0ミ、mm、リメートルから1 3 0 0ミ、mm、リメートルと少ないため、その多くは灌え、浄水同様のダムである。ありがとうございます。